ようこそ、みつおち学館へ。今回は、この大王松のように、トゲトゲで、針のような鉱物を紹介します。これは、鉱物の部屋2で紹介した、草入り水晶の中に入っていた、ルチルという鉱物です。細長い、針を束ねたような形をしていますね。ところが、この鉱物もルチルです。ルチルという鉱物の結晶は本来このような形なのです。では、なぜトゲトゲになってしまうのでしょうか。簡単に説明しますので聞いてください。その後、綺麗な映像が待っていますので、ここでやめないでくださいね。ルチルはチタンと酸素の原子が規則正しく結合してできていて、原子同士の結合の仕方を3本の軸で表すとこのようになります。軸の長さや軸同士の交わる角度が決まっていて、それによって結晶の形が決まります。ルチルはこのようになっていて、正方象形に属します。すべての軸の方向に原子がくっついて成長していきますが、成長速度が一つの軸に偏ると、細長い針のような姿になってしまうのです。では、針のようになった鉱物を見ていきましょう。色別に紹介します。
最後まで視聴してくださりありがとうございました。次回はここにあるような双子の鉱物を紹介します。この形、ハート型に見えませんか？かわいいでしょう。実は水晶が双子で生まれたものなのです。楽しみにしていてください。